The Second World War is generally said to have begun on September the 1st, 1939, with the invasion of Poland by the Nazi Germany, as was foretold in the Fatima prophecies. Fatima 第2の予言は第2次世界大戦の勃発を告げている。そこでは次の教皇、つまりピオ10世の在位期間中にもっとひどい戦争が始まり、その時あなた方は夜空に不思議な大きな光が輝くのを見るでしょうと予言している。問題の教皇ピオ10世は1939年2月10日まで在位して亡くなっている。第二次世界大戦は正式には1939年9月に開戦されたとされているが、スペイン内戦や日中戦争などを考慮すれば、事実上世界戦争は始まっていたと言えるだろう。そしてその前年の1938年の1月25日から26日にかけて、夜半のヨーロッパ全域の空に血のように赤いオーロラが出現した。この驚くべき現象は当時の新聞にも大きく報道された。そしてヒトラーの台頭、第二次世界大戦の勃発へとつながった。つまり、ファティマの第二の予言が成就されたということになる。今ご覧いただいているのはあくまでも想像図ということになります。で、その夜に現れたオーロラはですね、普通のオーロラと違って、つまり普通のオーロラはですね、平行線が並んで走るようにして現れるオーロラということになりますけども、その夜現れたオーロラはですね、空の一点から放射線状に広がったオーロラであったと言われています。まあ、それはともかくもですね、そのファティマの予言についてのここでのポイントはですね、それをスピリチュアルな予言と取るべきなのか、それとも神々によって計算された予告と取るべきなのか、はたまた、まあ考えるだけでも恐ろしいことですけども、神々の計画であったと取るべきなのか、そのあたりの判断をどうするかというところが一つの大きなポイントではないかと思います。まあ皆さんの判断にお任せします。そのナチスドイツの象徴的な紋章といえばハーケンクロイツということになります。しかしハーケンクロイツ、つまり万字模様はですね、古代より世界で広く使われてきました。まあ、これがその万字模様ですけども、必ずしも不吉な文様ということではなかったようです。一般説に従えば、ナチス・ドイツがその万字を盗んで自分のものにしたというふうに言われています。まあ、今ご覧いただいているのが万字ということになります。で、この万字についてですね、ウィキペディアは次のように書いています。万字、つまり英語ではスワスティカと言いますけども、その万字、インダス文明を起源とするもので、ヒンズー教や仏教では吉祥の印として用いられる。漢字の万字のように鍵が左に折れる場合と右に折れる場合の両方がある。2. ナチスの鍵十字章。ナチ党の陶器で使われ、ナチスのシンボルとなったもの。とあります。万字の起源については諸説があります。が、ゼガリア・シッチンはですね、一冊の本の中で大変興味深い事実を指摘しています。例えばこの本の中でもそれを指摘していますが、いわゆる十字ですよね。十字は必ずしもキリスト教
専用のものではなくて、それ以前から、太古の昔から、この地上にあったというのです。そしてその十字は、ニビルを表していると、ゼカリア書人は説いています。これは円筒印章の中の一部分ですけども、ここに十の字が描かれています。これはニビルを表すというわけです。で、この十、イコールニビルということになるんですけども、あちこちの円筒印章にもそれが描かれています。下はですね、光っているニビルということになります。さらに、右上のはニビルはですね、光線が四方八方に散っている様子を表したものだと言われています。見方によっては、万字にも見えなくはないというレベルで判断していただければ結構です。で、同じ本の中にですね、こんな挿絵がありました。下の図に注意してください。この図の中にもやはり十の字が描かれています。ニビルを表す、シンボルマークということになります。で、このマークがですね、紀元前3200年の地層の中から見つかった陶器の上に描かれていたそうです。繰り返しになりますが、十字架イコールキリスト教、キリスト教イコール十字架ではないということです。で、私が調べた範囲ではですね、十字架が広くキリスト教徒の間で使われるようになったのは、紀元後2、3世紀頃からだそうです。右が1500年後のイエスの書いたイエスの洗礼の絵です。この中にも十字架が描かれています。やや変わった十字架ということになります。で、この十字とですね、左の、いわゆる紀元前3200年の地層から、スサの地層から見つかったこの十字模様と比べていただくとですね、大変コンセプトがよく似ているのがわかります。いわゆる十ということになるわけですね。そしてアドルフ・ヒトラーがこの十字形をですね、シンボルマークに使いました。右の十字形がですね、そのシンボルマークということになりますが、これは偶然の一致なのかどうかはわかりませんけども、大変コンセプトがよく似ているということですね。末広がりの十字架であるということです。これは偶然なのか、それともどうなのかということですけども、ひょっとしたらひょっとしてということになるわけです。つまり、ひょっとしたら、そういったこともですね、意識してナチス・ドイツはですね、この模様を自分たちのシンボルマークに使ったのではないかということも考えられるということです。さらに念のために十字架について調べてみました。ローマ時代にはですね、十字架っていうのはまだなかったようです。特にローマ時代にはですね、T 字型の貼り付け台が使われていたということがわかりました。T 字型です。つまり十字ではないということですね。ですから、やはり十字架イコールキリスト教、キリスト教イコール十字架と考えるのは私は正しくないと思います。つまり T 字型の上にですね、このようなものをつけて、そして現在の十字架が生まれたというわけです。となると、現在私たちがキリスト教でいう、十字架というのはどこから来たかということになりますけれども、それは私の判断によればですね、ニビルのシンボルマークから来ていると判断しています。となると、このナチスドイツのシンボルマークは、十字架から来たマークではなくて、ニビルのシンボルマークから来たマークというふうに考えるのが自然ではないかと思います。今の段階ではあくまでも仮説ということになります。で、鍵十字との関係ですけども、鍵十字は万字ということになります。で、万字というのは彗星を表したという説もあります。ともかくも、この万字と、いわゆる十字とはどういう関係にあるかですけども、基本的な形は同じというふうに考えて良いのではないでしょうか。で、万字の中には、いわゆる十字が仕込まれていると言いますか、隠されているというふうに私は考えています。あくまでも、似ているというレベルの話になるのかもしれません。しかし、大きく違っているわけでもないということではないでしょうか。で、この鍵十字と十字を比較してみます。
左が、まあ、鍵十字、ハーケンクロイツですね。で、このハーケンクロイツをですね、まあ、向きをやや変えまして、まあ、出っ張りを取ってみます。そうしますと、やはり十字になるということですね。全く違った形ではないということです。つまり、まあ、この両者は同じコンセプトで作られたマークということになるのではないでしょうか。つまり、まあ、ニビルの十字をですね、模してこのような形ができたというふうにも考えられるということです。まあ、それ自体はですね、大きな問題ではありませんけども、まあ、どこかにですね、いわゆるナチスとですね、いわゆるまあ、ニビルとの関係をまあ、疑わせるものがあるということになります。で、十字イコールニビルを表すシンボルマークと考えた上でですね、まあ、つながりを考えてみたいと思います。まあ、一番上の十字はですね、これはニビルを表す十字形ということになります。その下がニビルを表す十字形、そしてそれと同じものがですね、まあ、1500年後のイエスの書いたイエスの洗礼の絵の中に描かれているということになります。まあ、ここにも描かれているということですね。ですから、まあ、イエスがですね、処刑にされる遥か以前に、すでにこの文様って言いますか、マークはあったということになります。で、これがニビルを表す十字形ではないかということですね。左がフリーメイソンの外郭団体であるフラターニタスの、まあ、紋章です。まあ、そこにもやはり十字形が描かれています。上にフラターニタス、UI という、まあ、ラテン語ですけども、まあそういった文字が彫り込まれているところに注意してください。まあフリーメイソンの外郭団体です。シェイクスピアが立ち上げたと言われています。これがまあフラターニタスの文様ですけども、この中にもやはり十字が描かれてますけども、その端のところに注意してください。同じコンセプトで、まあ、彫られているということですね。なわち、イエスの洗礼の中に描かれているこの十字はですね、いわゆるまあカトリックの言う十字架ではなくて、フリーメイソン側が使っている十字形を模したものだ。あれ、その逆かもしれませんけども、というふうに考えられます。そしてその十字架をですね、模してキリスト教が使っている十字架が生まれたと私、林博士は考えています。まあ、ちゃっかり横取りしたということになるのではないでしょうか。そしてその形がですね、ナチスドイツの十字紋章と似ているということになるわけですね。あくまでも、まあ、似ているというレベルの話で留めておいていただきたいと思います。まあ、要するに、キリスト教側がですね、まあ、ちゃっかりと横取りしたということになりますが、まあ、他にもこんな例があります。エチオピアのラリベラです。このラリベラにはですね、まあ、大変奇妙な教会があります。今、皆さんをそのラリベラへ案内します。で、ここには大小様々なこのような教会、地下教会が掘り込まれています。岩盤を掘り抜いて作った教会と言われています。この教会の屋根の模様がですね、先ほど紹介しました、十字形と大変よく似ているということです。注意深くご覧ください。で、この十字形に注意していただきたいんですけども、一応この教会はカトリック教会ってことになっています。そしてこの十字文様はですね、いわゆるまあ十字架を模して作られたというふうに一般には説明されています。で、十字形をですね、二重の枠が取り囲んでいる点に注意してください。その文様と先ほど紹介しましたゼカリア・シッチンの書いた本の中に出てくるニビルの模様と比べてみてください。ニビルを表す、いわゆるシンボルマークもですね、やはり銃の字をですね、二重枠が取り囲んでいるのがわかります。もう一度比べてみてください。これはラリベラの教会の屋根の上に彫り込まれた模様です。左がそのラリベラの模様です。右が、いわゆるまあ、ニビルを表す十字形ということになります。で、十の字をですね、二重の枠が取り囲んでいる点に注意してください。全く同じだということですね。すなわち、左のラリベラのこの屋根の模様はですね、まあ、カトリック教会側が言う
いわゆる十字架を表したものではなくて、ニビルをもともと表したものであるということになります。それをですね、カトリック教会側がですね、カトリック系の教会として、ちゃっかり横取りしたというふうに、私、林博士は考えています。そのように考えているというだけですね。しかもその間の年数がですね、紀元前3200年と、1000年前後ですから、4400年の隔たりがあるということです。何故にこのような文様をですね、掘り込んだかというのも大きな謎ということになります。これはですね、キリスト教側が言う十字架ではなくて、ニビルを表す文様ということになる。またその可能性が高いということになります。話は大きくそれますけども、ゼカリア出身の地球年代記を読むとですね、いわゆる人間がですね、人間同士が戦争を始める前、はるか以前からですね、神々同士で戦争をしていたということがわかります。そしてその戦争に人間が巻き込まれていったといいますか、ゼカリア出身によればですね、人間は神々の代理戦争をしているに過ぎない。というようなことを、あちこちで述べています。で、こうして今皆さんにご覧いただいているのが、ゼカリア出身の表した地球年代記ということになりますけれども、この年代記の中の特徴はですね、やがて時代が下ってくるとですね、地球の支配者は、結局はエンリル派とエンキ派に分かれ、エンリル派のイナンナ・イシュタール、そしてエンキの息子のマルドック、この二派に分かれるということですね。つまり、繰り返しますと、イシュタール対マルドックの戦いということになるわけです。その両者の間で激しい戦争が繰り返されたということになります。このように書いてありますね。で、どう判断するかですけども、エンリル派のイナンナ・イシュタールと、エンキ派のマルドック、エンキからマルドックへはですね、正当に、王位が継承されているようですけども、ともかくもイナンナ・イシュタールとマルドックの対立が、続いていたということになります。そうした模様がですね、こうして、表現されているわけです。人間を改造したエンキ、それに反対したエンリル、その上に君臨するのがアヌ王ということになります。で、このようにして地球をですね、分割して、それぞれが統治した、というふうに、ゼカリア出身は、説いています。要するに、繰り返しになりますけども、神々はですね、この地球でですね、人間が戦争を始める、はるか以前よりも、以前にですね、戦争をしていた。そして、人間がその戦争の中に巻き込まれていった。そして、ゼカリア出身の言葉を借りるならば、人間は神々の代理戦争をしていたということになります。そしてその代理戦争はですね、ゼカリア出身によればですね、現在の今も続いているというわけです。どう続いているか私にはわかりませんけれども、そういうことが行われているということ。だそうです。大変ちょっと言いにくい部分もありますので、私の言葉の向こうにあるものを皆さん自身で察していただくしかありませんけども、マルドックとイナンナ・イシュタールの戦いがこうして続いていた。そして今も続いている可能性があるというわけです。で、イナンナ、これ第三文明ということは第三地域のことです。すなわち、インダス、バリー周辺のことを第三地域と言います。そこをイナンナ・イシュタールが支配したということになります。領地を分割したという考え方になるのでしょうか。というようなことが書かれているわけです。そしてマルドック対イナンナの闘争が再び燃え上がったと。このような戦争が常に繰り返されてきた。そして今も繰り返されている可能性が高いということになります。そうしたことがですね、この地球年代記を通して今読み取れることではないかと思います。だからといって今というふうには私も言う自信がありませんので、
まあその辺の判断は皆さんにお任せしたいと思います。まあこうして時代がどん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 下っていくるわけですね。で、マルドックは南部を確保したと。しかし、まあアヌーたちはこの後に地球を去っていくわけですよね。で、その時に、まあマルドックはニビルへ帰らないで地球に残るわけです。と同時に、アヌ王はですね、まあ地上にあった拠点をですね、核で攻撃して破壊したと。まあそういうようなことまで書いてあります。まあ、エンリル・ウルという名前がこの辺りに出てきます。まあ、神々の戦争の様子が書かれているわけですけどもね。まあ、恋愛もしたようですね。ラー、マルドック。まあ、ラー。まあ、エジプトの最高神の名前もラーです。マルドック、アラーフ、アフーラー。みんなラーがつきますけども、ラー、アフラー、アラーフ。みんな、マルドックのことであったと、まあ、こういうところからも判断できるわけです。いわゆるまあ、メソポタミアを支配した神の中の神ということになりますと、マルドックということになるわけです。王の中の王ということになるわけですね。まあそうした内容がこういうところに記されているということです。繰り返しますけども、神々の戦争は過去にもあったし、そしてひょっとしたらひょっとして現在の今もあるということになるのかもしれません。そして、戦闘は中央メソポタミアへと広がったっていうふうにありますね。で、この後ですよね。アヌ王が地球を去るのは、2023年ですね。で、核兵器を使って、まあ、動物は死に、水は毒となったっていうようなことがここに書かれています。まあ、この記述内容からしてですね、まあ、核兵器を使ったに違いない。というふうに、ゼカリア・シッチンは判断したのだと思います。で、神々の世界をですね、まあ、もう一度簡単におさらいしておきたいと思います。まあ、これがバウンダリーストーンですね。まあ、境界石。いわゆるまあ、境界にこの石を置いてですね、まあ、境界を定めたというわけです。まあ、この境界石の、まあ、興味深いところはですね、頂点にイナナ・イシュタールが描いてあるということです。その下にいるのがエア、すなわち延期ですね。で、延期はですね、マルドックに王位を譲渡した後、まあ、歴史からは姿を消すと言いますか、以後、現れることはありませんね。すなわち、マルドックがエアの名前、すなわち延期の名前を語って、まあ、君臨したというふうに、私、林博士は考えています。マルドック、すなわち、息子ということになるわけです。で、頂点に立つイシュタールとマルドックが、まあ、ここで対立関係に入るわけです。で、マルドックの流れがフリーメイソンへと繋がっていくんですけども、イシュタールは当初、シャーマ氏と一緒に、まあ、組んでですね、キリスト教を立ち上げますけども、シャーマ氏がどういうわけかイシュタールと反目して、マルドック派についたというふうに、私は今のところそのように考えています。まあ、ともかくも、基本的にはマルドックとイシュタールの対立、関係ということになります。その流れがフリーメイソンにつながり、フランス革命、そして現在の自由の像へとつながっているということです。そして、右のイシュタールは、ローマン・カトリックへとつながり、そして、先ほど紹介しました、ファティマの奇跡へとつながっている、というふうに考えられるわけです。まあ、ビジョンを3人の子供に見せてですね、まあ自分の存在を示したということになります。まあ、ここで踊る太陽事件というのは起きるわけですね。10万人近い人たちがその踊る太陽を目撃します。それがまあ、ファティマの踊る太陽事件ということになります。まあ、今世紀最大の UFO 遭遇事件ということになります。まあ、スピリチュアルなものであると考えるのか、あるいは UFO 遭遇事件と考えるかは、それは皆さんの判断にお任せしますが、ただ、私、林博士の思考回路の中には、
スピリチュアル的なものの考え方というのはありません。いわゆるまあ、霊的なものであるというふうに考えるというのはちょっと私にはできないということですね。まあそういった意味で今日の動画は大変私にとってもまあ苦しい動画ということになります。で、まあ、ファチマのこの事件を追いかけてみるとですね、まあ、三人の子供たちが、まあ、ファチマのレイディに、まあ、マリアと言われてますけども、ファチマのレイディに、まあ、四回やって、五回目に、いわゆるまあ、ファチマの踊る太陽事件というのは起きるわけです。まあ、これがですね、霊的な事件であったのか、スピリチュアルな事件であったのか、それとも、もっと現実的な事件であったのかということになりますと、私、林浩氏は、現実的な事件であったというふうに考えています。というのはですね、この写真をよく見てみるとですね、まあ、どうやら信者でない人も、まあ、ニヤニヤ笑いながら見ているというような風景もありますのでね、まあ、そうした、まあ、信仰心のない人まで見たというような事実からですね、まあ、私は霊的なものではなかったんじゃないかと思います。まあ、霊的なものであったと考えるのは、無理があるということですね。まあ、遠くから、まあ、水平にその踊る太陽を目撃した人の証言も残っています。その日、10万人の人たちがですね、まあ、踊る太陽を見たというわけです。まあ、こうして皆が空を見上げているとですね、太陽が、まあ、いろいろな光を放しながら踊ったというわけです。それが10分前後続いたというわけですね。まあ、それをどう判断するかということですけども、スピリチュアル的なものではないということになりますと、あの赤いオーロラ事件もですね、やはりスピリチュアルなものではなかったんではないかと考えます。もっとわかりやすく言えば、まあね、はっきり言えばエイリアンの仕業だったということになります。まあそういう意味でね、今世紀最大の UFO 遭遇事件ということになると、私、林浩氏は判断しています。まあこの、ファチマのレイディはですね、三人の子供の証言に基づいて描かれた絵と言われています。で、ファチマの奇跡の話に戻りますけども、まあ、この三人の子供がですね、いわゆるまあ、ファチマのレイディから、三つのメッセージを受け取るわけです。で、そのメッセージが何であったかということは、第1番目、第2番目は明らかになっていますけども、第3番目は明らかになっていませんね。まあ、いないと考える方が私は、妥当だと思います。まあ、ともかく今日の動画はですね、大変私、重苦しいんですよね。なぜかと言いますと、まあ、この事件がですね、その後の赤いオーロラ事件、そして、その後のナチス、ドイツへと繋がっていくからです。まあ、現在に繋がってくるという意味でね、まあ、この事件そのものをですね、ナチス、ドイツと直接結びつけることはできませんけども、何かしら関係があるのではないかという意味でね、またそれを関係づけてしまうことについて、どうしても言いにくい部分があるという点でですね、まあ、重苦しい気分になるわけです。で、この予言通りにですね、空に一番下ですね、夜半のヨーロッパ全域の空に血のような赤いオーロラが出現したと。で、これは予言通りに現れたわけです。となりますと、これもどのように考えたらいいかということですね。まあ、その、ファチマのレイディが予言した通りにですね、赤いというところが気になるわけですね。ロシアの赤を意味、まあ、連想させるというわけです。まあ、私は連想しますけどもね、それが現れた。これをまあ、どのように、まあ、偶然なのか、それとも計画なのか、まあ、はっきり言えば予言なのか、予告なのか、あるいは神の計画によるものなのかということになってくるわけです。で、まあ、ファチマの奇跡をですね、まあ、私はスピリチュアルではなくて、UFO 現象として捉えるならば、このオーロラもですね、まあ、計画されたものであるというふうに考えるわけです。で、ここであまり計画っていうことを、まあ、強調するとですね、その翌年に起きた、いわゆる、ドイツのポーランド侵攻も、これも神々によって計画されたものであるということになってしまうからなんですね。が、今の私にはそこまで言い切る自信はありません。ただ、ゼカリア・シッチンが
説くところによればですね、まあ、過去においても神々は人間を使ってですね、人間にその代理戦争を繰り返し繰り返しさせてきたということになりますと、つまり、ゼカリア書人のまあ考え方によればですね、私、林浩の考え方というよりも、ゼカリア書人の考え方によればですね、あの第二次大世界大戦争もですね、まあ、神々の代理戦争であったということになってしまうわけです。が、そう考えるのは、まあ、今の私にはまだできないという意味でね、本当に今日の動画はですね、歯切れの悪い、まあ、動画になりましたけども、まあ、そういうふうに理解していただくしかないんじゃないかと思います。つまり、まあ、いわゆるまあ、ナチス、ドイツの背景、後ろにはですね、背後には、まあ、いわゆるまあ、我々が神々と呼ぶエイリアンの存在があった。そしてその戦争は神々の計画によって起こされたと考えるにはですね、今一つ、まあ、自信がないと言いますか、その自信がない点という点でね、まあ今日の動画は大変今まで作った動画の中でも最も重苦しい動画の一つということになりました。で、最後に結論ということになりますが、まあ次のように考えます。まあ流れからするとですね、ファティマの踊る太陽事件と赤いオーロラ事件、そして、まあ、その翌年のナチスドイツによるポーランド侵攻との間には関係があるのかないのか、それは何とも断言できないということです。ただ、ナチスドイツが使っている紋章がですね、いわゆるまあ、ニビルの十字形と似ているという意味でね、ニビルと何か関係があるのではないかという、まあ推測が立つということです。仮説の段階にはまだ届かない、まあ推測ということになります。まあ偶然の一致といえば偶然の一致ということになります。そうした偶然の一致が重なったというだけのことかもしれません。まあもう一度最初にお見せしたこの、まあ写真といいますか、画像を見ていただいてますけども、まあここの部分ではでね、ここの部分では、まあ、もともと、ニビルを表す十字形が、まあ、キリスト教で使う十字架にもなり、そして、ナチス、ドイツが使った紋章になったというだけのことです。まあ、その間に関係があるのかないのかはわかりませんけども、まあ、現在の今につながっている事件であるだけにですね、まあ、断言するということも私にはできないわけです。つまり皆さんの判断にお任せします。またね、いくつか証拠が出てきましたら、少しずつ見つめていきたいと思いますけども、左が、ファティマズ・ストーム、まあ、ハチファの嵐というふうに一般に言われている、まあ、事件ですね。そして、その翌年、そのファティマのレディの予言通りに、第二次世界大戦争が始まったというわけです。まあ、冒頭で言いましたように、まあ予言と取るべきなのか、計算された予告と取るべきなのか、それとも考えるだけでも恐ろしいことですけども、神々による計画であったと取るべきなのかは、まあ意見の分かれるところではないかと思います。予言か、予告か、それとも計画であったのかということになります。私はそうであってほしくはないと思いますけども、まあ不思議な偶然が重なったということです。まあ今日の動画はっきりしませんでしたけども、どうかこの辺でお許しください。 Bye for now.